皆さんおはようございます。今収録しているのはこんばんはなんですけども、今日は3月29日の、金曜日かな、金曜日です。この番組はヨガインストラクターでありキャリアコンサルタントでもある私下田咲が自分で自分の心と体のご機嫌を取りながらワークアズライフを実現するための考えや知恵をシェアする番組です。はい、ということで、前回の放送からですね、もう3ヶ月か経っちゃいましたけども、皆さんお元気にしてますでしょうか。もう私ね、こういうのねすごい続かないので、今度こそ毎日続けますとか、週1放送頑張りますとかは言うのをやめましたので、また気分が乗りましたら、更新していきたいなと思います。更新してない間も知らず知らずに YouTube のチャンネル登録が増えているようでありがとうございます。待ってくださってる方がいると信じて、今日も放送配信をしていきます。ところで、今ですね29日の夜中、0時22分を回ったところなんですけども、なぜ、こんな夜遅くに起きて今配信してるのかと言いますと、今日はですねもう、今日というか昨日の朝からもう今15、6時間座りっぱなしで仕事をしているわけです。で、半分は財団の仕事をしていて、夕方以降ですね自分の今やりたいことに向かってやっているということなんですけども、今やりたいことは何かというと、スタジオを建てるということです。もう場所も代々木上原に建てるというところまで決めているといっても店舗が決まってるわけではないので、今ですね不動産にいろいろ問い合わせして、なんかここかなって思うところ今直感的に見つけてる感じなんですけども、いきなりそんな形で話が進んでいます。ところで、そうなんかねすごいなと思うのが、このスタジオを建てるっていうのはなんとなく頭の中でずっとこう思い描いていたことなんですけども、ここ最近すごく言葉にするようになったんですね。例えば2月10日に私 Facebook にすごく久しぶりに投稿していて、そこでもスタジオ8月から9月頃に立ち上げるって宣言してみて、その時まだ物件も全く探せてないし、何も事業計画も立ててないしっていうところだったんですけども、そこから会う人会う人に、サロン、スタジオ建てたいんだって話をするようになったら、なんかもう自分の気持ちが建てることが当たり前になっていて、前まではねこううまくいくのかなとか、固定費がすごいかさむから赤字になったらどうしようとか心配事ばっかしてたのに、なんかもう建てるのが、当たり前で、そのスタジオをどう運営するかの方に意識が向いてきています。なのでやっぱりこう言葉にするっていう力の強さみたいなのもすごく感じています。皆さんもね、もしやりたいこと、こんなスタジオを建てるとかじゃなくてもやってみたいこととか、やっぱり口にしていって、あとは叶えたいこととか手に入れたいことって、言葉にするって大事だなと思っています。ところでですね、2024年の2月に私が Facebook にさっきも伝えた通り、なんかこう宣言したことがあったんですね。で、1から3番まであります。ちょっとここで、自分の記録としても、話しておきたいなと思うんですが、1つ目、ヘッドショルダーセラピーを始めるっていうことで、これもう叶いました。3月の、20日にですねヘッドショルダーセラピーを実際に一般というか、紹介制セラピーみたいな感じにしたので一般公開はしなかったんですが、受けてくださる方が4人いて、でもヨガと、セラピーのセットなので、そんなにがっつりこうセラピーだけっていう感じではなかったですけども、始めました。そしてこれからスタジオを建ててもこれは続けていこうと思っています。ね、やっぱりヨガだけじゃ、癒せない部分って必ずあると思いますので、特に眼球周りだったりとか、体じゃない顔の筋肉なんかも緩めることってヨガだけじゃなかなか難しい部分もあるので、どっちからのアプローチもできたらなと思っています。そして2つ目、これがですねサロン、スタジオ、今ちょっと何て呼ぶべきか悩んでますが、ウェルビーイングサロンということで8月から9月に立ち上げる、これ今 まさに動いているものです。これもきっと叶う気がしています。はい、そして3番目、解剖学に基づいたコンディショニングを始める。これはですねすでに、コンセプトを固めつつ、商標登録も進めています。そしてもう、
何省ですか、労務省じゃなくて、労務じゃなくて法務省かな、商標登録の部署は、部署じゃない省は、そこからもう通知が来て、申請中、今審査中ということで、私が、今やりたいと思っているコンセプトの、商標登録もしているというところです。その名前ここで言おうかな、もう別に商標登録してるからいっか、あのヨギックコンディショニングということで、ヨガをベースにした動きをしながら体の、コンディショニングを、していくという、一つのプログラムをやろうかなと思っています。まあやろうかなというか、今も企業ヨガとかで皆さんのね可動域だったりとかを見ながら、例えば背骨が全然丸めるのは得意なのに反らすことができない人って、現代の人ってすごく多いと思うんですね。椅子に座りすぎてる方とか特にそうなんですけども、まあ、そういう方を見て、パーソナルヨガをやっているので、まあ、その中で、まあ、コンディショニング的な感じで、指導していることもあるので、まあ、やってることは、今まで通りと、まあ、ちょっとこれからもう少し明確なコンセプトを作って、評価なんかも体の評価していきたいなと思うんですけども、まあ、それの名前がヨギックコンディショニングということで、これからね、解剖学を徹底的にもっと学び、解剖学に基づいたヨガを提供していきたいなと思っています。はい、ということで、2月に、ね、宣言した3つのことをもうほぼ叶ってきているので、まあ、こんな感じで音声配信も自分のまあ宣言の場所だったりとか、特にこのサロンをオープンするにあたり準備過程を言葉に残しておければなと思っています。きっと今ヨガを教えている方、私以外にも自分のスタジオ持ちたいなっていう方もいると思うので、ね、今まで私もヨガを教えててスタジオオープンするってすごいなんか空の上の話みたいな感覚だったんですけど、今なんかいろいろ着手し始めると、あれ意外に簡単に進みそうだななんて思ってるので、まあそのオープンしてから運営するのがもちろん一番大変だと思うんですけども、立ち上げのことなんかも、この動画で、動画じゃないか、音声配信でできたらなと思っています。はい、ということで今日は3ヶ月ぶりの配信は、今自分がやってることについてちょっと、シェアさせていただきました。皆さんもぜひ何か、自分でやってみたいことがあったりとか、私が今やってることにすごく共感できたりとか、何か一緒にできそうだっていうことがあればぜひご連絡ください。今ちょっともう夜中で頭も回らなくて、なんか片言っぽい日本語に最後なってきた気がしなくもないですが、あと声が少しテンション低いですが、もう夜遅いのでひそひそ喋ってるのが原因です。はい、ということで、今日もここまでお聞きくださいましてありがとうございました。池田咲でした。